はい、じゃあそれでは、インスタントクローン、仮想デスクトップのファイルの中身を確認してみたということで、説明の方させていただきます。よろしくお願いいたします。まず、今回のアジェンダですね。まず簡単に、私も、この場が初めてなので自己紹介の方させていただきます。で、その後ですね、実際にファイルの中身を、確認していく前に、インスタントクローンの概要について、簡単に説明の方をさせていただきまして、その後ですね、ファイルの中身を確認といったところで説明をさせていただければと思います。それではまず自己紹介から説明をさせていただきます。改めまして、石井元久と申します。2020年の4月に新卒で SB 社のデスク株式会社に入社しまして、今期でエンジニア3年生になります。業務としては、VM や EUC 製品のリセールス SE ということで、ホライゾンであったり、ワークスペース1の製品担当をしております。最近ですね、この EUC 製品を担当する上での悩みがございまして、私、お話ししました通り、2020年の4月に入社しましたので、社会人になるタイミングでは、もうコロナウイルスが蔓延している状態での入社をしていました。で、EUC 製品ということで、なんかコロナ前と、コロナ後で、業務環境、こう変わりましたよ、みたいな感じで、説明をすることがあるんですけれども、私からすると、この今、ニューノーマル時代である、このコロナ後の、業務っていうのは、私からするとただのノーマルで、コロナ前っていうのが、オールドノーマルになるんですね。そのせいで、なんか、ギャップが発生して、なんか、そのコロナ前の業務を知ったかしてるような感じで、ホライゾンやワークスペースさんの説明をするのが最近の辛いところだなと思っておりまして、ちゃんと、コロナ前の業務環境というのを整理できればいいなと思っております。ですね、私も V エキスパートではないんですけども、今期ですね、V エキスパートというのを目指してですね、ブログであったりツイッターなどもやっておりますので、よろしければご確認の方をしていただければと思います。それではですね、ファイルの中身を確認していく前に、インスタントクローンについて、簡単に紹介の方をさせていただきます。まず、インスタントクローンとはということで、インスタントクローンはですね、一つ前のバージョンである、ホライゾン7から新しく発表された、仮想デスクトップの展開方式になります。こちらですね、下の図が、インスタントクローンの展開時の図になるんですけども、まずですね、仮想マシンのゴールドイメージを準備しまして、このゴールドイメージのスナップショットを取り、このスナップショットをベースにテンプレートが作成されます。で、このテンプレートからレプリカが作成され、このレプリカからですね、ESXi のホストごとにペアレントが作成されます。で、このペアレントがサスペンド状態で待機していることによりまして、仮想デスクトップという高速に展開することができます。Horizon のフルクローンの場合ですと、このゴールドイメージをそのままコピーする方式なので、それに比べるとですね、サスペンド状態で待機しているペアレント仮想マシンというのがありますので、プロビショニングも早いですし、この親仮想マシンのディスクであったり、メモリといったものを共有することができますので、フルクローンよりリソースを効率的に使用することができます。またですね、Horizon 8から新しくインスタントクローンのプロビショニング機能がアップデートされまして、スマートプロビショニングというものが発表されました。こちらはですね、1台の ESXi のホストあたり、12台以下の仮想デスクトップを展開する場合は、こちらのペアレントが作成されない形式になっております。先ほどですね、説明でディスクなどのリソースを効率的に使用することができると説明の方をさせていただきましたが、展開するデスクトップが少ないと、かえってペアレントがあることによって、まあ、リソースっていうのを効率的に利用できなくなってしまうといったこともございますので、そういうために、まあ、12台以下でしたらペアレントを作成しない方式、13台以上でしたらペアレントを作成する方式というのがこちらのスマートプロビジョニングの方式になります。そうですね。簡単にインスタントクローンについて説明の方をさせていただきましたので、本題のですね、ファイルの中身について確認をしていこうと思います。
まずですが、そもそもなぜこのインスタントクロールのファイルの中身を確認しようと思ったのかというところなんですけども、VMware のですね、ドキュメントを、参考にしますと、こちらですね、インスタントクローンは親仮想マシンの、仮想ディスクを共有しますと書いてありました。このことからですね、親仮想マシンと書いてありますので、ペアレント仮想マシンのディスクを共有しているのかなと思いました。ただ、インスタントクローンについて、調べてみると、なんかレプリカからもディスクを共有しているように見えましたので、実際に、ファイルの中身を確認してみればいいんじゃないかなと思ったのが背景にあります。それではですね、ここから実際にやった内容について説明の方をさせていただきます。まずですね、ファイルを確認するために、インスタントクローンの、仮想マシンですね。で、今回はこのテスト2という仮想マシンに対して、編集画面の方を開いて、ディスクファイルをまず確認しました。そうするとですね、このテスト2の、仮想マシンのディスクファイルは、ローカルデータストアにあるテスト、-2アンダーバー1から始まる、VMDK ファイルというのが、ディスクファイルであるといったことが分かりました。で、実際にですね、そのこちらにあったこの VMDK ファイルというの中身を、確認して、この後できております。で、こちらのですね、ここは、VMDK ファイルの、情報を一部、抜粋した内容になっております。で、こちらのこのテスト -2 アンダーバー1から始まるこの VMDK ファイルのディスクファイルを確認しますと、ここですね、赤枠で囲ったところなんですが、ペアレントファイルということで、親ファイルがあることが、確認できました。で、この親ファイルはですね、ここら辺の情報を見てみますと、CP ペアレントと書いてありますので、ペアレント仮想マシンの -0 から始まる VMDK ファイルであるといったことがここから確認できました。で、現在ですね、こちらの確認しているテスト -2 の VMDK ファイルはですね、仮想デスクトップのファイルなので、このことからペアレント仮想マシンのファイルを共有しているといったことが確認できました。続けてですね、確認したペアレントの -1 から始まる VMDK ファイルも同様に確認をしてみました。そうしますとですね、こちらにも親のファイルがあることがわかりまして、同じペアレントの 1.vmdk ファイルが親のファイルであるといったことが確認できました。同様にですね、また CP ペアレントの 1.vmdk ファイル、こちらの方を確認しますと、続きましてですね、親ファイル、こちらにもあることが確認できまして、次はですね、CP レプリカということで、レプリカの 1.vmdk ファイルというのが親ファイルであるといったことが確認できました。このことからですね、この仮想デスクトップは、レプリカのディスクも共有しているといったことが、ここで確認が取れました。実際にですね、CP レプリカの 1.vmdk ファイルの中身も一緒に確認をしていきますと、ここにはですね、親のペアレントファイルというものが存在せずにですね、1flat-vmdk ということで、この仮想ディスクトップのディスクファイルの大元の VMDK ファイルというものが、こちらのファイルであるということを確認できました。つまりですね、先ほど、仮想ディスクトップで確認したディスクファイルの大元は、こちらの 1-flat-vmdk ファイルであるといったことが分かりました。このことからですね、仮想デスクトップのディスクというのはですね、ペアレントの仮想マシンのディスクを参照し、このペアレントが、レプリカのディスクを参照しているといったことが分かりました。私からはこちらの方で、説明の方は終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。